はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさです。いつも動画見ていただきありがとうございます。さあ、今日ご紹介する商品はですね、こちらですね、バシン。初音ミクとファミリーマートコラボレーション商品、千本桜の、大福入りいちごのモンブラン。大福入りいちごのモンブラン。すごいですね。もうモンブラン自体美味しいんですけど、そのいちごにしてしまい、そしてなおかつ大福入れちゃったと。もうどこまで行くんだっていうね、感じですけれどもですね、開けてみましょう。バカーンと。これ金額はですね、280円だったかな、これね。ですね。はい。桜のね、この、オブジェというかなんか、これがね、可愛らしいですけれどもね。これを頭に刺してってないですね。もうクリーム、べったりついてますからね。クリームついてなかったら頭に刺すのかっていうね、話になっちゃいますけど、それはないですけど。あ、大福が見えてますね、ここに。ちょっとわかりますかね、隠れてるのが。わかりますかね、これね。まあ、トリコでいうとこのね、黒い覆面の男みたいな感じですよね。ちょっとまだ正体わかんないよ。ちょっと出てるよ、みたいな。なんかちょっと出てるよ、みたいな感じですよね、大福が。上があれですかね、なんかジャム的な感じですね。ちょっと言ってますね。はい。はい。おっと。うわ、大福。まあ、上の部分だけ取りましたね。いただきます。あのね、モンブランの方がうまいね。これ、いちご好きでもないんですよ、僕はね。でも、だもんで。どうなんでしょう。うん。このね、どうなんですかね。いちご好きではないんだな、俺は。って改めて思ったの、今。モンブラン、あ、モンブランじゃない、この、大福の部分いきます。うん、大福うまいね。大福うまい。大福の中は、これは、さらにクリームが入ってますね。いちごクリームじゃないですね。うん。普通のクリーム。そして一番下に、スポンジケーキと、いう感じになってますね。はいはい。じゃあ大福と一緒にちょっと豪快にいっちゃいましょうか、これ。バシッとこれ。せっかく大きいスプーン持ってきましたから。いっちゃいましょう、これで。うん。うん。うん。なるほどね。やっぱ普通のモンブランの方がうまいかな。はい、ありがとうございました。ということで、今日ご紹介したのはですね、ファミリーマートさんと、まあ、千本桜と言ってもいいでしょうかね、もうね。初音ミクノっていうよりはね。の、まあ、いいや、初音ミクノコラボレーションのですね、千本桜、大福入りいちごのモンブランでございました。ありがとうございました。